すみません、結納等との政策協議に入りましたけれども、これ今後例えば定期的にこうやっていくのか、どんなスケジュール感を考えますか。知りましたよ、それはもう誰か担当で聞いてください。政策協議に巡ってなんですけども、その維新内部では、維新内とその結納等だと、歴史認識とか、脱原発を巡って、必ずしもまだ一致というか、今後議論になる部分があると思うんですけど、特に、石原新共同代表とかとも。いや、これみんなすぐそう言うんですけど、自民党はみんな歴史認識とか一致してるんですか。政党ってそんな単純なもんじゃないですよ。歴史認識だって原発だって今日、柴山さん、僕は素晴らしい政治家だなっていうふうに総務省の副大臣の時に、ちょっと何度かコミュニケーションを取らさせてもらって、番組通じてですけども、柴山さんなんかもあれじゃないですか、脱原発依存だって、毎日新聞かなんかのなんかインタビューに載ってなかったですからね、だからみんな自民党の中でも原発に対しての距離感、河野太郎さんのそのグループと、それこそバリバリの推進派グループと、みんな幅あるじゃないですか。大体これ繰り返し言ってますけど、1億2000万人 の国民をですよ、2つか3つかの政治グループに分けたときに、何でもかんでも全部一致なんかしませんよ。だから大きな方向性とかね、それから自分たちの寄って立つその支持基盤、そういうところで分類されるわけであってね、支持基盤はもう決定的に我々は自民党と違いますよ。いわゆるその既得権、そういう既得権を持っているような人たちから、僕ら支持を受けませんからね。だからそこは自民党との対抗勢力で、これはみんなのと結納等なんかも全く一緒ですしね。じゃあ原発政策とか歴史認識って話になったら、それはもう僕と枝さんでも違うと思いますよ、それは。だからどこまで一つの枠としてくくれるのかっていうところを協議するのが政策協議なわけですから、そんなブティック型の政党でみんなの党みたいにもう少人数でやっていくっていうんであればね、完全一致っていうものを目指していけばいいですけど、ね、それこそ240人の衆議院、これを誕生させようということを本気で考えたら、240人が何でもかんでも、細部にわたって全部一致するわけなんかないじゃないですか。だからどこまで幅を持たせるのかっていうところを枠を決めるっていうのが政策協議の一番重要な点だと思いますけどね。ああそうなんですか、ちょっとそれ見れてないから、もう見れてないからって仕事してるから見れなくてしょうがなかった、仕方ないんですけど、あそうですか、よかったです。いや嬉しいですよ、それはね、優勝するに至るまでものすごい練習をしてきたでしょうからね、本当におめでとうございますということを伝えたいですね。大阪ということでも非常に嬉しいです。ラグビーのワールドカップ視聴率は長いうん、大阪市長ですから、それは長い競技場で開催させるっていうのは、僕のある意味責任といいますか仕事でもありますけども、ただ知事とも話をしてましたね、大阪全体のことを考えて足の引っ張り合いはやめましょうと、それからやっぱりラグビーは花園ですから、花園でできるようにお互い頑張っていきましょう。だから長いでもやれるようにしますけども、やっぱり一番は花園でしょうね。ラグビーやってる人間からすれば、それ長い競技場はラグビー場じゃないですからね。大体楕円形の中で無理やりラインを引いてラグビー場の形にするっていうのは、それは良くないし、あれですよ、ラグビーやってる方も国立競技場もそうですけど、周りの観客席が円形になってるのは非常にやりにくいんですよ。やっぱりラグビーもサッカーもちゃんと観客席はラインに従って、長方形にしないとダメなんだよね、だからやっぱり一番は花園ラグビー場なんでしょうね。ただ大阪市長としては長い競技場でも開くことができるようにこれはしっかりやっていきますけど、だから知事の方にはちょっと僕の時には決断できなかったんですけれども、花園ラグビー場の改修ね、これ長い競技場もワールドカップ引っ張ってこようと思ったらいろいろ
施設整備しなきゃいけないんで、まあ、そのことを考えたら花園ラグビー場の施設の改修についても、まあ、大阪府だけじゃなくて東大阪市や大阪府や競技場のオーナーとねお金出し合って、ワールドカップの試合を持ってこれるように花園ラグビー場の改修やってくださいねってことは知事も伝えてますからね。知事もそれは分かってるって言ってます。ユイノトートの政策協議で、松井幹事長は政策が一致すれば一つのグループでやるべきだという見解をおっしゃってるんですけども、代表も同じように。じゃあそうです。とは連携とかそんなのありえません。連携でできるんだったら大阪都構想がやらなきゃいいわけでね、大阪府庁と大阪市役所の連携でやればいいってことですけど、僕らの組織論というのはやっぱり意思決定というものを重視してますから、ユイノトート医師の会が、まあ、一つの方向性でまとまったんであれば、ね、まとまるんであれば、一つの意思決定機関で政党運営はすべきだと思いますよ。年末の執行役員会の時に石原共同代表はそのユイノトート、まあ、距離がありすぎるというような趣旨のことを記者団に言ってるんですけども、その点についてはその政策協議をすることについて石原代表とはどのような原稿をされてそれは執行役員会の時に政策協議はしていこうでまとまりましたから、それはユイノトートに限らずね、野党各党と政策協議をしていこうということで、まさにそれを執行役員会に決定をしたわけですから、何ら問題ないですね。まあ、距離があるかどうかっていうのはそれぞれの政治家個人の感覚のところもあるし、まあ、それまでの結納党サイドからの、維新の会の、まあ、一部の議員に対するいろいろな発言、報道を通じて聞こえてくる発言とかもありましたから、それはやっぱり売り言葉に買い言葉でいろいろありましたけど、もう今問題ないんですよ。結納党だってこの間の枝代表のね、排除の論理は取らないという明確なメッセージが、直接のメッセージが発せられましたから、これまではいろんなメディアを通じて間接的にそのユイノトーからの声っていうものが伝わってきましたけど、はっきりとテレビを通じてね、今のこの段階で排除の論理は取らないということははっきり明言されたので、もう維新の会とユイノトーの間のいろいろなわだかまりというものはないものと僕は思っています。だから純粋に政策協議をやっていけばいいんじゃないでしょうかね。あとは民主党の一部のメンバーですよね、まあここがしっかり、政策協議をやり始めたら、大きく政界再編の動き、流れができると思いますね。代表のイメージとしてはまずユイと維新の方で一つの意思決定機関を作って、そこに民主党の一部を巻き込んでいくっていうと、まあ、合流するっていう。別にそんなのはどんなことでもいいです。結果がもう政界再編ができて一つのグループができればいいんで。よろしいですか。